どうも世界が少ない100億人の子供の皆さん、おはようございます。原田西です。はい、先ほどね、機体ニット10万、約10万、まあ9万4500円なんですけど、はい、の撮れる動画をアップしましたね。はい、っていうか公開ですね。はい、はい、とんでもない動画ね。とんでもないと思います。正直僕はとんでもないと思ってます。はい、で、めちゃくちゃ賛否分かれるだろうと、はい、で、いろんな人敵に回すだろうなと、はい、そういうふうに思います。はい、うん、まあいろいろ考えました。正直考えましたけど、覚悟決めて出したので、はい、うん、もう胸の内に締めてよと思ったんですけど、うん、はい、それが一番、まあ後で後悔するなと思ったので、うん、はい、一応出すは出しましたね、うん、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、うん、うん、はい、よかったらまあグッドボタンなりコメントなりしていただいて、はい、すごいいいなとも、すごい悪いなとも思ったら、先ほどツイッターに書いたのでリツイートしてくれたら嬉しいですね、うん、はい、こんな最悪だとかでもいいから書いてくれたら、はい、まあ、ある人からするとそう思うだろうしね、それも分かってるので、うん、はい、そんな感じですね。まあ、うん、今日も稼働頑張りましょう。僕普通に編集しましたけど、はい、ね、うん、動画として、うん、見せ物としてすげえ面白いかなって思いますんで、まあ一回見てください。お、うん、はい、ですね、うん、自分らしく作ってくれたと思います、西野さんが、うん、はい、です。はい、はい、まあ、そういう感じになりました今日は。はい、じゃあ行ってきます。イエス。自分次第でどこにでも行ける、宇宙どうも、はい、今日の結果発表していきます。ます。はい、今日はまあ朝からね、西村さんが1日打ってくれて、はい、はい、僕は今編集とか終わったらでしていきました。はい、はい、どうだったんですか？まあそうだね、あんまこと細かに話すとね、はい、なんですけど、うん、まあとりあえず朝ノートビー行ったんですよね、うん、ちょっと余るんですよね、はい、で、いつも打ってたのホフトムソンアマ、はい、これ打ってたらね、まあ周りかなりいいんで、2等2万5千か3万ぐらい出るというのはもう分かってたんで、はい、ただひたすらもうそれだけ回そうと思って、うん、それでやるぞって言ったんですけど、うん、そこ2であるんですよね、うん、それと1個ね、先取られてた、はい、うん、あれと思って、せっかく傘並んで取ろうと思ったのに、うん、取られてました。しょうがねえ。で、その横にあった、はい、そこそこ回ってた、まあ、カラコが前から打ってた、うんうん、まあ、19.5 ぐらいのやつ打ったんですけど、はい、結局 21.2 ぐらいまではあったんで、うん、まあ、十分いいんじゃないかなと、2万5000円取れたんじゃないかなっていう、はいはいはい、そんな感じでしたね。うん、まあ、いいんじゃないですかね。うん、十分だった、うんうん、でしたね。で、全然当たんなかったね。そして、うん、もうなんか平気で2、300ボコボコはまるしさ、何これ。チョ玉ね、1万4000発があったのに、はい、終わった時にはチョ玉がいくつだったの、2500発目しか残ってなくて、はい、うん、こいつはやべえと、はい、逆万発かましてしまったと思って、うん、明日焦ったね。まあ、フットブースは私は自宅突破型で結構洗いたいなんでね、うん、回る人はいえ、はい、めちゃくちゃ荒い、ほんとに、うん、自宅突破も 30% ぐらいだね、確かに、うん、そうですね、まあ、残保留を入れたらもうちょっと上がるかもしれないですけど、まあ、ね、そうですね、はい、だいたいそのぐらいだったと思うんで、うん、はい、まあ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 いいでしょ、ついてくるでしょ、はい、結果はな、まあ一日作れたと思いますよ、うん、で、サポ中もかなり増えたし、うん、保留ゼロでも結構当たりました。当たった当たった、半分じゃ当たってた、半分以上の保留ゼロで、うん、いいよ、サッチ早くていい、うん、
緑以上かブラザーフラッシュが来たってくれたんですかね。そう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 、ブラザーフラッシュびっくりする、うん、楽しかった。入賞時真剣ハテナ個人に来ました。あ、来た来た。それも止めた、一応、うん、ちょっと止めて、何回中何回ぐらい行きました。3回中ゼロ。3回中ゼロ発展説と、うん、なんか発展してんじゃねえかなと思って、青だからもうちょっとね、あれ319よりか発展するのかなっていう感覚があるんだけど、うん、そうだと思うんですよね。そうだよね、うん、全然来ない。なんだピロロロロとかなんかね、大げさな音、ゼロの音ですからね、はい、すげえ期待するよな、ね、うん、こう来た、ビクって手を離して外れてね、思わせぶりな放流ですよ、あいつは、ね、来たら嬉しいけどね、はい、そんな感じでしたね、うん、なんだかんだ僕もね、僕ともそうつまんねえとか言いながらちょっとね、打ってて、うん、だんだんと面白さが分かってきましたね。何言ってきたのか楽しくて仕方ないですね。今日どういうの来たかって。そういうことな、はい、うん、あ。今日俺、あれ当たったぜ、そういえば。通常時当たって、30回転時短もらえるじゃない、はい、その30回転目に当たった。あ、30回転目ですか。そう、なんか特別な演出あるんだよ、30回転目だと。え、なんですか。なんか飛び出しまんじゃん、30回転来るとさ、ビシャーンって終了、はいはいはい、で終了ってなった後にユリアがバーンって出てきて、はい、あの頭蓋が揃うって。おユリア出てきた、何これ何これと思ってたら、あ、そうなんですか。あ、こんなのもあんだって。あ、いいですね、それ撮ってないですもんね。撮ってない。うん、はい、撮らないことでしたもんね、今日は、うん、はい、見たかったですよ。うん、おーと思って、まあ撮りたかったなと思ったけど、うん、まあもう遅かった、ね、ミドルだよね、最終回転でリーチになったら当たりっていう法則があるのは知ってますけどね、うん、うん、すごい知ってほしかったですね、うん、これ珍しいんじゃないかなと思ってたね、うん、撮んなかった、残念、うん、で僕はね、まあ、ちょいパチの海を打ったんですけど、うん、はい、で回転数が20、いやちょっとね、計測するのめちゃくちゃ難しい、僕なりにかなり頑張って計測したんですけど、うん、やっぱりちょいパチなんですぐ当たっちゃうんで計測難しいので、うん、7000円分ぐらいしかできてないんですけど、うん、23ぐらいかなと、うん、はい、思います、うん、はい、あれもね、ボーダーまあ表現にされてるよりだいぶ下げて17ぐらいまで戻せるかなと思うので、うん、はい、で、格好入ってもね、すぐに打ち出さないで、これ見届けてっていう節約とかしたりとかしてね、うん、はい、かなりのお宝なりだと思いますね、うん、打ってて負ける気がしないですもん、あの台、うん、20超えてくると、うん、はい、23でしょ、もう負ける気しなかったですね、うん、はい、ちょっとプラスだったもんね、はい、プラスになって、うん、1% の10ラウンドね、うん、10ラウンドっつっても450個ぐらいしか表記できないんですけど、うん、少ないよな、はい、1% の10ラウンド3回引き換えてね、うん、はい、4時間5時間ぐらいしかやってないですけど、うん、はい、でまあ今日は僕はちょっとね、盛り返したんですけど、はい、うん、まあマイナスと、はい、まあなあ、ちょっとしましょうかね、3万円ぐらいだったかと思いますね、ですね、2万5、6000ぐらいだったかな、はい、です、うん、まあ、ただ今日は昨日は、まあ、おととい石橋さんと一緒に打った時よりは全然いいかな、納得できる角立ち回るかなとは思いますね、うん、はい、ですね、うん、別に期待値は詰めてるはずです、うん、はい、で今月のもう終わったと、ね、あ、そうか、はい、今日で終わりか、いくらぐらいかなと、相当少ないっすよ、また10ちょっとね、10ちょっとじゃん、10ちょっとですね、本当にカスだ、カスですね、ミスターカスですよ、ミスターカス、カノリスも少ないんじゃねえか、あ、多いか、いや結構頑張りましたよ、東京では、東京ではな、中で来て結構休んでました、東京でもお前休んでたし、意外とないんじゃない、もしかして22、23ぐらい、うん、そうですかね、違うかな、あの、分かんないけど、もう、うん、まあ、半日とかもあるからね、はい、うん、なんとも言えないですけど、はい、うん、残念ですね、はい、
まあなあ、残念だけどもうね、こればっかしはね、この動画で、ね、毎回毎回言ってると思うけど、もうね、耐えるしかないし。ほんとね、耐えてばっかりですよ。耐えてばっかりですよ、ほんとに。東京の最後の方よかったけどね。バーンって盛り返してね。ですね。はい、こっちってまたね、グーンと。はい、毎日 3R2 打ってるやな。ブレないんだろうけど。うん、耐えられない。俺はね。いやいや買いましょう、そこは勝ちにこだわり徹しましょう。あ、うん、そっか、はい、もう本当にで、ちょっとね、カスになってるので本当カスだね、マジで、うん、なんだよ、もっとね、もう期待値だけを追っていこうと思います、もっとより、うん、うん、そうな、はい、うん、それしかできないかな、はい、そうね、そうね、まあ俺もせっかくね計算できるようになったんで、はい、ボーダーの、はい、うん、時給計算とね、ですね、うん、だいたい把握できたんで、まあ力になるかなと思うんですけど、はい、で打てる棋士もね、うん、増えてきたわけですし、すぐ増えてきた、地獄少女とかで、うん。ちょっと何でしたっけ、99の69のやつ、あの、あれ、それ地獄少女でしょ、キクイの、キクイ、地獄少女キクイ、うん、あるっすよ、麻雀のやつですよ、あ、麻雀さっき、あ、さっきとかね、うん、ルーズに、うん、そうだったら誰が見つかってきてるんでね、まあ、3R2 もそのうちの人、そうですね、3R2 も、はい、北斗もそうか、うん、うん、ノーマルって思ってるぐらいのレベルだと思ってるんでね、ほんとね、はい、うん、もそのままでもそうか、はい、あんだけで、うん、あんだけで回っちゃうのかっていうね、うん、余裕が良ければね、うん、なんでね、はい、本当に綺麗な鎧してるよね、うん、ちょい前なら雰囲気はあるけど、うん、随分綺麗だよね、他の店に比べたらさ、うん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 、ひしゃげてる他の店でもですね、うん、すいません、ちょっと情けない姿ばかり見せてしまって、まあ、リアルもお届けしますよ、本当に、そう、うん、うん、うん、はい、しょうがねえ、しょうがねえよ、しょうがねえよ、はい、でも明日はね、楽しみだねですね、うん、はい、明日は刑事になってきます、はい、はい、うん、できれば連、うん、行きましょう、行きたいね、はい、月1イベント今日早くやりましょう、うん、はい、頑張ろう、はい、朝早い、行きましょう、うん、じゃあまた、うん、バイバイ、バイバイ。